アスレティック TV。この番組やばい、新年早々。この番組は立川府中のあれやばい、新年早々今の滑ったの噛んだのやっぱ初滑りに行った。この番組は立川府中のフットサルチームがホームタウンとチームの魅力を伝えていく公式 YouTube 番組です。皆さんこんにちは、立川府中アスレティック FC の世界の源こと源明です。明けましておめでとうございます。新年一発目はとにかくやるぜチャレンジアスレのコーナー。これは YouTube 番組らしくいろんなことに挑戦していきます。今回のテーマはフリーキック。あ、また髪ね、またなんかねはい、ありがとうはい。無助走 VS 超助走、どっちのシュートが最強ドキドキアスレ検証。無助走と超助走のどっちかを選んで源選手と高瀬選手にしょまた高瀬5球勝負で対決して負けた方には罰ゲームを全力で受けてもらいます。これアスレ水だな、ご完全に。またハッピーあけましておめでとうございます。新年こそうるさいね。いやもう元気やってきましたよ。元気完成だもんね。やばいよ。大丈夫ですよ、元気ですよ。宮本さん、はい。無助走と超助走どっちがいいですか？これ一応さ振り仮名入ってるんだけど、これ何？無助走超助走って意味がわかんない。とりあえずやってみる？とりあえずやってみましょう。やってみようか。超助走の説明まず受けてないですけどね。だから選べるのね。何かわかんないけど選べるのね。チームメイト、先輩後輩関係なしで、ガチなあれね。超弱いとか言われてるからな。最初はグッグッ。いや弱い。勝負弱い。僕が超助走で。ちょっと若干噛んだ。若干俺超助走で。じゃあ僕は無助走で。これ負けたらマジ恥ずかしいわ。最初はグッチャグッポイ最高でしょ。よし先行でいきます。頑張ります。れしげだね、しっかりあっていううちが熱いし、このなんかもう怪しげな水ね、手作り感満載の一気にゴクッと、ちょっとハードル上がったね、やっぱね、3回目ってことだよね。お、いった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 、ああ顔がということで、今回は無助走、超助走のどっちのシュートが最強なのかという検証をお届けしました。結果は超助走の高瀬君がね、勝ったわけなんですよ。正直ね、頑張った、頑張りました、相当走りました。あとね、もう一個言いたい、はい、俺のキーパーが下手キックの以前にキーパーが下手っていうのがちょっとバレた。チームも見てる、絶対見るな、絶対見るな相手チーム、本当気になる人はね、はい、ぜひやってみてください。まあやる人いないと思うけどね俺ね、監督になったらね、やらせるわ。これ練習のトレーニングで超助走トレーニング、夏休みのせいで、超助走シュート練習っていうのをやるから、お前気をつけろ、気をつけろまあね、今後もいろんなチャレンジね、やっていきたいと思いますんでね、今日もね、源を探せがね、頑張ったなと思う人はね、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。試合の方もまだありますんで、ぜひ応援の方よろしくお願いします。またね、バイバイ。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日撮影終えてみていかがでしたか？これあれじゃないですか、エンディング終わった後の、そうエンディング、いやそうだよそうだよ、どう高瀬君来てみて結構ハードでしたねいや、あきらさんの頑張り分かりました。あ、ちょっと俺の気持ち分かった、はい、よかったわ。僕もちょっと鼻で笑ってみてたちょっともう真面目にしっかり笑えない、いろいろ裏で頑張ってるんだなあきらさんって。でも頑張ったと思うよ、一応テレビいけるね、ギリギリね、ギリギリね。めっちゃいいキャラだったと思います。キャラ設定的にやっぱね、キャラをね立たせるっていうのは非常に大事だからね。いや、勝ったのは源選手いや、まあでもなんか楽しくできたんで、ただ僕としてはちょっとアスレス結構きつかった結構きついよ、なんかみんなにも飲ませてみたい。今度練習持ってきましょう。練習、そういうことそこでファンとかじゃなくてチームメートで、まずみんなにまずアスレス私もよろしくよろしくよろしく